続きまして、亡き水野若頭の名代として若頭補佐の藤巻殿が親分に挨拶いたします。九条、おめでとうございます。おめでとうございます。我ら射程並びに若中一同、今後とも織田組発展のため心を入れて任侠道を邁進してまいります。皆で手を取り合い、心を一つにして任侠道に励んでもらいたい。